さっつんさんありがとうございます。さっつんさんありがとうございます。さっつんさんありがとうございます。ありがとうございます。さっつんさんありがとうございます。さっつんさんもう本当にすごい、本当にすごい。ここにですね、みんなへのメッセージがじゃーんじゃじゃーん、ここにあるんですよ。昨日ギフトをくださった皆さんへのメッセージがここにあります。でもさ、来てない人おったらどうしよう。でちょっと私が見落として書いてない方とかいらっしゃったら困るよね。見落としてない13人だ、13人じゃない、10、何、1、2、5、6、7、8、9、10、11、12、あれ13人じゃなかったっけ、違う、あ、こんばんは、こんばんは、みんな集まれ集まれ、そう違ったっけ、え違う、チコミントさん書いたんだよね昨日。でこっちにもあるので、なんかさ見落としてたら本当にも申し訳ない。でもよくあるからさ、私ウミティさん、キアイティティさん、ミネマツさん、インテリアクザさん、モックン、ポミさん、笑顔ニコニコさん、ケンケンさん、カッちゃん、サッツンさん、ショートさん、チョコミントさん、大丈夫か、読み上げていく？いくよ。え、ダメ？みんな来てないかもしれん。ちょっと見つけたらちょっとその都度読む、出していこうかな。何？合宿どうだった？行ってないんですよ。招集かかってないんですよ、水木には。ちょっと、いつになったら招集されんの私。いつになったら呼ばれるの水木。俺呼ばれた、呼ばれたよ。一番上にある、一番上にあると思ったら一番下になっちゃった。今こうペッ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 ってしちゃった。あるよ、インテリアクズさんもおるね。これもう住所送ってくれたら送りたい、ペッて。欲しくないかこんなもん、ごめんなさい。あ、あざすって、なんかたまにさ、あのアホすぎてさ、チークをさ塗りを塗りを塗ろうとしてさ、こうやって こっちにつけがちだよね。私だけかな、違う、ん、呼べって言っておく。呼べってそんな言ってくれる、言ってじゃあ、ん、アンクボくん間違ったかと思った。ちょっと明るすぎかな、こんくらい。どうです、電波綺麗に映ってますかね、こんくらいがいいか。わ、明るい、明るい方がいいのかな、これぐらいでいいか。ご飯作ってきてもいいですか。じゃあ何作るかちゃんと私に宣言して、私がそれを作っていいっていう許可したらいいよ。じゃあ何食べる、何作ると、じゃあ何作るか教えて。 ありがとうございます、ハート三浦さん、ありがとうございます。俺カレー食べようかな。カレーはいいよ、いいよカレー。ちょっと寝てもいいですか、ダメです、このままだったら雑炊になりそう。あ、雑炊いいよ、雑炊簡単やけん作っていいですよ、すぐ終わるやろ。鍋的、何鍋、もつ鍋、もつ鍋やろ、もつ鍋、もつ鍋食べてみんな。カレーいいな、美味しそう。でもね、私3日ぐらい前にカレー食べました、美味しかった。夏野菜カレーじゃなくて、秋野菜カレーじゃなくて、なんかその季節のカレー、季節カレー。今何なのか、季節何ですか今。あれ今季節何、10月なんですけど、なんか冬っぽくない、秋感なくない。今の季節って誰か知ってます、
なんか暦上秋なのかな。春やで。おお、嘘つくやんか。冬なの？なんか寒くない？秋にしては。でも冬にしては10月だよっていう感じやね。もう冬なの？秋？あ、ジョニーさんこんばんは。ツーさんありがとうございます。コーンヘッドさん、ヤッホー。ギリ夏だよね。ねえ、ふざけとるわマジで。絶対夏なわけない。ナスが美味しい。ナスめっちゃ好きな。すい、あのカレーに。あの、え、まあ、モスバーガーあるんだ。台湾モスバーガーあると。モスバーガーって私日本のあれと思っとった、勝手に。こんばんは出席さん、こんばんは。秋はナス。じゃあやっぱ秋なんだ。秋野菜カレーじゃん、あれはきっと。海の家ナス入れるの？え入れるよ。え、あるんですね。じゃあマックはだって世界的にあるやろ。じゃあ丸亀は？丸亀うどんあります。あ、まあ確かに月見あるけん秋っていう考え方ね。なるほどなるほど。冬になったらグラコロだもんね。グラコロみたいなやつだよね。グラコロバーガーでしょ。なるほどね、ジョニーさん、そういうことね。あ、なるほどね、すげえ。そういうことでいいや。月見バーガーが売り出されてる時は秋で、グラコロが始まったら冬。そういうことだったのか。マックを基準にしたらいいんだよ。あ、やべ、ヒューカの配信が始まった。あ、みんな行っちゃうのかな。ん？頑張れ、ありがとうございます。え、グラコロ熱いよね。確かに熱いわ。マック歴だよ。マック暦だよ。ちょ、なんて読むとそれ。暦？いかんと？海しか勝たんって。嬉しいな。嬉しいな。嬉しいな。もう入らない。ハイライトぴょん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 。ぴょんぴょんぴょん。なんか顔ちっちゃく見えない？ほら後ろ下がって。マック、ケンタッキー、モスバーガーが一番。ケンタッキーもあるんですね。やっぱケンタ、あ、待って、モスバーガーって日本じゃないんだ。世界的な感じなんだね。ねえ、もう嬉しい、嬉しくて肩がもう右左じゃなくて、なんだこれ上下左右、なんかわーってなっちゃった。びっくりしちゃった。マジでお店しか見えてないって。最高じゃん。もう嬉しくて変なダンスしちゃう。モスは日本、あ、日本なの？モスバーガーね、肩うるさかったよね。びっくりした、私もびっくりした。だって私こことここじゃちょっと違うんだもん。ここはお水着だけど、ここは肩月やけん、肩月が動き出した。チーク足りてるよ。これ以上塗ったらこの間みたいになってしまうよ、本当に。よいしょ、よいしょ。片付き、片付きだ。前髪はね、もう諦めたんですよね。うまかっちゃん食べたすぎて、ちょっとごちゃってるけどいいかな。多分みんなからしたらさ、はその前髪の何がダメなん、何がダメなん、めっちゃ綺麗に揃ってるやんって言うと思うしさ。甘い、みんなこれでいいとか言っちゃね、ダメですよ。見てください。まずちょっと解説しますね。このカーブがまずもう全、このカーブね、このカーブがこう、ここの一部だけこうキューって曲がってるじゃないですか。ここら辺は結構まっすぐなのに、こいつだけキューってなってるじゃないですか。もうこれはいかん、いかない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 、いけない、いけない。そうで、こうやって整えてって感じ。前髪について解説しました。理想のカーブはそもそもカーブしてほしくないと私は、
そもそもカーブしてほしくない。ちょっとここにアイロンあるっちゃけど、ちょっとアイロンでしてやろうか。私のいつもの前髪の実践しよっか。よいしょ。まず温度は160度。本当はね140度ぐらいがちょうどいいらしいっちゃけど、まあ140から160の間ってことは150ですね。そう、でもここには150ってメモリがなくて、適当に140と160の間を狙ってます。みんなの前で火傷したら本当に面白い。なんかリップちょっと甘かった。じゃあね、ここのボタンが点滅したら準備は OK ってことけどね、これ準備 OK の時が点滅してて、準備がまだですよの時がこうやって、これもちょっと準備まだですよの時はこうやってピーンってなるんですよ、このアイロン。普通逆だろってずっと思ってます私は。そう、もう最近は思わなくなったけど、普通さ準備してますよの時が点滅で、準備終わりましたよの時にピーって光ってもらった方が嬉しいのに、嬉しいとかはないけど、なんで準備 OK の時に点滅してるのってずっと密かに思ってた。そう、わかる、わかるよね、ちょっと気持ちわかりますよね。点滅されるとさ、すごい焦らされてる気持ちにならんこともないでしょ。じゃあいきますね。この前髪をピョって取りますね。やだ、私のおでこ見られた。それでこれをヒュッて、はい、失敗しました。失敗しちゃったよ。まあこんな感じでね、ここを切れ、ここに合わせたいけん、これを、そうだね、ここがピューンってなっちゃったからちょっと失敗。おでこ可愛くないよ、おニキビができたから。よいしょ、どうかな。あ、まあこんな感じかな。ちょっとね、鏡じゃないけんさ、目の前のこの、いやちょっとやっぱもうちょっとカーブだわ、もうカーブが足りないですね。スクショタイムじゃないよ全然今は。160度にしよう。でこれをね綺麗にカーブにしないといけない。ニキビあるんだよね今おでこに、だけん絶対みんなには見せれん。よいしょ、どうだ。あ、めっちゃいいかも、来たかも、来たかも、まさか、いい感じかも、これいい感じかもしれないぞ。こうしてやばい、浮いてる浮いてる前髪が。今日さめっちゃ前髪浮いてて、浮くから前髪がやりにくいんですよねすごく。あれちょっと失敗しちゃったかな、難しい。もう私は前髪にいつも悩まされとる、はあ、前髪がなければもっと悩みやすくないのに。ちょっと待って、真剣に間違ったわ本当に真剣に失敗した。前髪見て見て、ほらバーコードみたいになったろ。これじゃいけないんですよ。前髪が変でも死ぬわけじゃないけんいっさ。ちょっと待ってね、鏡を真正面に置いて手に持っていちゃダメだ。ちょっとよいしょ、こっち
ちで直してくるけ、待っとって。みんなの前で実践したかったけどさ、鏡がないとできないな。あ、いい感じ、いい感じ。なんで浮くんだよ。ちょっと浮いちゃうな。ちょっとさ、ちゃっかり外の髪もこうやって直しよう、直しよう、直そっかね。よいしょ、いい感じ。はい、できました。お水着登場まで3、2、1。ダーンダーンダダーンダダ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 ダ。ちょっと変な入り方しちゃった。こんにちは。前髪は綺麗にまっすぐになりました。どう？いいやろ。これで、まあこれで点数つけるなら70点。これで70点。あ、誰、今違いわからんって言った人。あ、もうダメだ、違いがわからん、わからんのはね、もう重罪よ。みんな違いわかる？全然違うやろ、さっきと。下半身パンだけど何か。じゃーん、これで前髪は完成ですけどね。前髪は短くて、前髪が短いからちょっと浮いちゃうんですよね、最近切りすぎちゃって。ちょっと前髪止めとこうかな。まあでも止めでいっか、こんなもんで。そんな感じです。そしたらじゃあ横の髪をストレートで綺麗にしていく過程を披露するね。まずこれはこうやって持ちます。そんなのどうでもいいか。でまずはこれを少量取りますね。少量取って結構上からシャーって言いながらせんといけん。絶対にさーって言わんといけん。次内側。いや言ってないやないかい、さー言ってないやないかいって思った人は鋭いですね。でまあ後ろも、でもまあ結構サラサラなんですよね、しなくても。今日はお風呂上がりやけん、そう、そんなに見て熱いけんさ、髪が、耳がね熱くなっちゃうんです、毎日毎日。あーすごい、思ったって鋭いですね。こうさーって言って、そう、もうサラサラの、サラサラのサラコちゃんなのよ。で危ない時もあるんですね。ここら辺でこうジュッていったり、耳にチュッていってみたりするんですけど、まあ慣れたもんですよ、そんなのは。そしたらほら見て、右と左で全然違うでしょ、わかります？こっちやったらザラザラぐらいでしょ、こっちやったらサラサラって感じやろ。わかります？右と左の違い、ん、みんなわかりますよね、わかりますよね。なるほど、いやみんなわかってくれたかな。これちょっと違い、難しい。毛先だけキュルン。あ、フミティさん本当にお目が高い。わかりますよね。そう、これは内側に細胞はこうやって持つじゃん。これはあっちゅあっちゅあああっち熱い。こう上からさあ、あとついちゃった。さあってして内側によっこいしょって言っていくので、ここも外側、あっつあつあつ。あ、みんな大丈夫ですよ、これは毎日やってるから
毎日熱々熱って言ってるから、そう大丈夫大丈夫けどめっちゃ熱いばい、本当にめっちゃ熱い。で次ここら辺を持って結構上からさあ、後ついちゃったかわいいよ、こいしょー。外羽、外羽は難しいですよ、コテを捕まっていけ。もう一個、はい、これでお水木のお水木流サラサラヘアの完成。まあよくね髪は褒めていただけるんですよ、ありがたいことに。はじめまして、はじめまして、青たくさんこんばんは。熱っまあたまにねこうやってこう置いとくさ、平地に、平地にねこう、そしたらさもうさ外見ながらさ、外見ながらっていうかもう気にせずにここにあるだろうと思ってこう持つやん。これがたまに危なくて、もう心とかにジュッていったり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 ジュッてジュッてジュッてなるんです本当に。だけどそれは危ないですね。でもこのあのヘアアイロンのいいところはここが布なんですよ、布、布って言うんですか、見てこれ、あなんか汚く見えちゃう、でもなんかこうなんかこうふかふかしてるなんか絨毯みたいな生地なんです。そうなんか汚く見えない、なんかわかる、でもなんか絨毯みたいなやつでサラサラしてて、まあ暑いは暑いんだけど、何ペアロって早く言ってよ、なんかペアロとか言うならペアロって言うやつなら早く教えてよ、恥ずかしいやん絨毯とか言って。そうえそうなんか汚く見えるよね、でも結構新品ですよまだ、2ヶ月ぐらい前かな、8月に買ったけん7月かな、まあ、2ヶ月ぐらいしか使ってない。ゴミじゃないですよこれ、もうこういう生地なの、絨毯だから、絨毯ペアロじゃない、絨毯ペアロ素材の、よう知っとるねみんな、いやジャーパネットじゃないですねこれは、ネットかな、あこれもらったかこれ鼻につけても全然熱くない、ちょっと熱いけどあったかいぐらい、冬になったら多分ちょうどいい。これね1万円いかんぐらい、でも髪はね毎日髪をこれで温めんといけんけん、あのあんまり安物はねいい、ちょっとあの髪傷むかなと思って、本当はね3万ぐらいの本当にいいのを使いたいんですけど、まあそんなのさ贅沢できんけん、まあ、ちょうどこれぐらいかなみたいな感じでこれにしました。これねワンダムっていうやつで、これはもう AKB のメイクさんがみんな使ってるやつ、そうみんなこれ AKB、これね無駄にこうやってせん方がいいらしいよ髪傷むけん。じゃあもう電源切ります、みんなの前でさ披露したらどんどんアイロンかけてしまうけん、もう切っちゃう、ワンダムでさ、なんかこうカチャってさ閉まらんさ、前使ってたのこう閉まってカチャってロックできるんだけど、もうずっとこの開きっぱなし、ずっと開きっぱなしやけんちょっと不便、邪魔い、もうちょっとこうなってくれたらこう棚とかにも入りやすいのに、ずっと開きっぱなしやけんさ、ぐる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 ってしてるのは嘘ですよ、本当はしてダメですよ、私はしてるけど本当はしてダメなんだって、なんかぐるぐるするのはあんま良くないって聞いたことがある。そうでもぐる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 どっかーんじゃないんですよけどなんかあんま良くないって聞いたことある。そうね、聞いたことあるやろ、けどなんか開きっぱなしだしなんか邪魔だし、これがね、しかもあのこうやって丁寧にさこうやってする機会はあんまりない
けどまあ今日はみんなの前出ししとくか一応。そう。本当は生徒意見とよみんな。けど私はめんどくさいしからしない。いつでも火事になるのかな。はいこれでいい。あれでもこうしたらさここ止めるやつないわ。あ前まであったとにな。いつの間になくなったんだろう。前まであったとになんかビリビリってあるやつ。本当だよ本当ですよ。本当にあったの前は。前あったけどもうなくなっちゃったからもう仕方ないな。仕方ないな。本当はいつもやってるんだけどな。じゃあこんな感じでくるくるってしてこいつは開きっぱなし。おみずきのアイロン講座でした。ありがとうございます。隠し仕事しないとかが好き。え？そうなの？そうだよ隠し事はしないよ。でもみんな絶対ドライヤーとかぐるぐるしてるやろ。私だけじゃないはず。ドライヤーもぐるぐるしちゃうよ。してますか？逆にさまた来週終わっちゃうの。え、ねドライヤーとかさしてない？マジ？やめてよつーさん。あそっかドライヤー使わんとかみんな。えなんかドライヤーとかさぐしゃぐしゃなるじゃないですか構造。なんかお掃除お片付けした時だけ綺麗にまとめるけど毎日使いよったらもうくる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 どっかーって言いながらそうくるくるして置いちゃう。してないのみんな。まあ確かにドライヤーがそもそも使わんとか。いいな私もな。喋るか飲むかどっちかにした方がいいですよね。で飲みます。私もドライヤー使わん人生が良かった。もうドライヤーってさドライヤーってさ多分私この髪の長さだと結構あのねあの多分かゆいちょっとかゆいここなんか見てる人いるかな。どれぐらいさ女性の方が見てるかわからんちゃけどなんか私の髪の長さだと10分20分かかるんです。そう多いのみんな3分ぐらいで終わるんか。いいなあ。ゆきさん頑張ろうってありがとうございます。ありがとうございます。あ、ゆきさんって女の方？女性？あのさマジで乾かして本当にマジでめんどくさいんだけど髪乾かしてくれる人欲しい。誰かおみずきの髪乾かしてほしいよね。本当にめんどくさくて。そうでさなんかあそう絶対に髪サラサラですねって言われてなんかしてますかってたまに聞かれるんですけどこれマジ私のあれだけど髪はすぐ乾かす。それですぐ乾かしてもう綺麗に乾かすのがコツだと思ったの。違う？これ私の勝手なあれけど違う？なんでかっていうとなんかね髪ね前まで私すごい放置してて1時間後ぐらいにちょっと乾いてきたなぐらいの時にドライヤーかけてたんですけどそれやめてそうもうお風呂上がってある程度水取ってすぐ綺麗に乾かしたらサラサラになった。そうなんかちょっとでも放置してしまったらなんかパサパサになっちゃうんだよね。だけどお風呂上がってすぐオイル塗ってそうオイル塗ってすぐ乾かしてでちょっとでも乾かす濡れてるとこがないぐらい綺麗に乾かす。これコツだと思った。スキンケアしない女が何言ってんだって言うと思うけどスキンケアは適当やけど髪ヘアケアはめちゃめちゃ時間かけて丁寧にやってるんです。うわほら言うと思った。いやらスキンケアしないのに髪乾かすの早いの。そうだよってけんかスキンケアも髪と一緒ぐらい大事にしよっかな。肌もね。へーいわーい。あちょっとさ開きましたね。2万ポイントぐらいさ開いてる。やったうやった
当、みちゃんの髪綺麗すぎるって本当に嬉しいな。今ちょっと伸ばしてるんですよね。配分教えて。何配分って、何配分って、配分髪と肌の、え、そんなの聞きます？聞かなくてもわかるでしょ。10対0ですよ1ぐらい与えてほしいまあ10対0はちょっと持ったにしても9、1ぐらいで髪ですね。うん、10対0は嘘けど9、1ぐらい。そう、ゼロはやばいよね本当に。でもそれぐらい髪には力入れてるし肌には興味ないってことは本当だって。そうだって、私嘘つかんやん。だからこんなちょっとあれ下がるよね、好感度下がるよね。ちょっと好感度上げてこう。五分五分ですよ、もちろん。五分五分じゃないと女としてダメですよね。え、10対0で愛がないじゃんそれ最高ですね。え、じゃあ私が10、あ、なるほどね。てか誰と誰で0な、私10で誰が0なそう、好感度ちょっと下がっちゃうね。でも好感度とかもうなくない、私にね。あ、自分が0ってことか。いや、自分大事にしてよ。でも嬉しい、私が10なのやば、コップ越しにニヤニヤしてるの見えちゃう。ん？そうでね、まあ、まあまあまあ、何の話久しぶりだわ、何の話。あ、そんなことないか。1配信につき1回は言うわ。川崎買ったって、買っちゃった、マジで。ともちゃん川崎ファンなの？フロンターレファン？え、知らない、え、そうなの？え、勝ったの？まあそんな驚かないですよ、強いからそんなみたいなのはないよ。強いじゃん、いつだって、いつだって強い。え、そういうことねそうだよね、川崎、なるほどね、敵ってことね。そう、スキンケア大事って話。そう、スキンケアは大事ですよ。スキンケアは大事だし、あの髪も大事だよ。あ、さっきね、え、髪ボサボサだから怒られそう。私がちょっとオイル塗ろうかなじゃあ怒らんよ全然。だって自分の髪は大事けど人の髪は別にそんなに興味ないやそんなに、そんな言わないでしょ絶対普通。あ絶対言わんよ人に。そんな、なんで髪ボサボサなのとか、そんなひどくないよ本当だよ。でも、おい、私のシャンプーと私のオイルやったら貸してあげるよ全然。あ、つむぎさんこんばんは、尾上みずきです。サッカーやってました、だからユニフォーム着てます。あ、大好きさ、ラグビーが好きと。昨日さ、あ、そう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 、あれやろ、レイダースだっけ、レイダース。あ、ガニメデさんこんばんは、ありがとうございます。アメフトか、あれアメフトなの、私が着てるあのやつ。え、レイダース、え、レイダース知ってますか。え、ちょっと待っていいや、ちょっと待って、マジか、あ、え、マジ、ちょっと待ってね、レイダース好きなの、じゃーんじゃーん、ちょっと前髪崩れるけあんま深くかぶりたくないんだけど、レイダースの帽子、じゃーん、どうどうどう、見えてる、ちょっと汚れてないかな、ほこりかぶってるかも。あ、応援チームがレイダース、え、どういうこと、あ、敵かいごめんごめん、今すぐ投げるわこの帽子、ちょっと捨てときますね、処分しますわこれ
敵だって。しかもさ、しかもなんかサッカーとレイダースえでもこれすごいお気に入りで4年間ずっとかぶってる。もらったんで、もらい、いとこからもらった帽子なんだけど、あ、落としちゃった。そう、いとこからもらった帽子なんですけど、4年前ぐらいにもらって、毎日のようにかぶってますね。これは本当に なんか形が好きなんですよ、このキャップの。あと、まあ、このレイダースですか。レイダースは特に知らない、別に。なんかさ、ホコリかぶってない？黒だからさ、ホコリとかが目立っちゃうんですよね。でも毎日かぶってます、これ。コンビニ行く時もこれ。え、なんかホコリかぶってるように見えるよね。でもまあ気にならないですね、別に普段は。ただ近くで見らんけど。でこれはいつもコンビニ行く時かぶってます。髪ボサボサの時いつもこれかぶってる。あ、お疲れ様です、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。そう、毛玉じゃないよ。え、やば、静電気でバリバリバリって言った今。そう、セブンに行く時いつもこれかぶってる。そう、4年前からもうずっとこの帽子。新しいキャップ買おうかな。しかももらい物を4年間もさ、4年間も着てかぶってるんだよね。いやー、なんかね、黒くてこう、なんだろうな、なんか髪がボサボサの時にかぶるようにもら使ってるんですけど。あ、これや、アメフト、これじゃないね、これさ、アメフトじゃない、違う、これニューエラなんだ。ほら見て、もうかぶりすぎて、これもう汚いばい。見る、わ、見て、ほら、ここのシール、もう見えない文字が。これ多分ね、もともとね、文字が入ってる。 NFL って書いてある。 NFL っていう文字があるんだけど、剥がさないタイプ。多分剥がしてるんじゃない、これ。だって斜めについてるもん、真正面につ、え、ほら、ここもファンデーションついてるんじゃない、これ。もうね、なんか髪ボサボサの時とかにかぶっていくようやけんか、なんかできるだけ目立たないようなさ、わかる、すっぴんの時とかだと思うけん、髪ボサボサっていう時は、だっけ、黒で目立たないようなやつを買うやつってことで、これお気に入り。そう、これかぶっとけばね、もうね、これかぶっとけばもう大丈夫。髪ボサボサでもマスクつけてこれかぶっとけばもうこれでエレナはいける。剥がさない人いそうなんですか。剥がしてないわ。じゃあニューエラの帽子は2つ、これ以外にもう1つあるんですけど、それはちょっと全然かぶってないんですよね。400円の美帽子は相方が持ってる、なんか相方の車に乗ってる。そう、相方が髪ボサボサの時にあれかぶってるらしい。そうだよ、長崎でレイダースのキャップを見かけたら、それおみちゃん、そう、エレナでそのキャップ、このキャップかぶってる人はもう私しか。そうだよ、帽子かぶらんけん似合わん、逆やった、帽子似合わんけんかぶらん。そう、まだ確かに帽子って結構ある、あの、似合う似合わん分かれるって聞きますよね。私はね、キャップはね結構似合わんことないけど、あのベリー帽とかはあんまり似合わん気がする。エレナ巡りタックルしていいよ、私体幹結構あるけん倒れんよ。そう、バキハモに、あ、そう、バキハモある、バキハモあるよ、バキハ、そこに全部ね、そこにね、帽子コレクションがあるんですよね。これか、バキハ帽子コレクション。え、
何でこれ、あ、これか。じゃあバイバイって出す。全部黒ばっかやな。なんか汚れてないかな。でもこれさ、1回しか、2回ぐらいしか被ったことないな。夏が終わる頃ぐらいに買った。あ、アズールだって。アズール、アズールわかります？皆さん、マウジーわかります？マウジーのアズール、これだ。これはもう超一目惚れで買っちゃった。ソファいろいろ置いてるね。え、見えました？恥ずかしい、見ないで見ないで。今ここもう散らかってるよ。化粧品やろ、化粧品と。やば、めっちゃさ、なんか、そう、インスタ載せてたやつ、化粧品たくさん、ペンと、こっち、ここにも化粧品あったわ。この帽子はね、まだあんまりかぶったことない。来年の夏いっぱいかぶろうと。なんかね、山登りに行く人みたいだね。でもこれでサッカーの試合見に行っても変じゃないよね、別に。こういう人いそう。あとはあれもあるよ。なんだっけ、なんだっけ。え、あの帽子なんていう、帽子の種類言ってみてください、みんな。なんだっけ、あの帽子の名前。すけす、え、なんだっけな、ちょっと忘れちゃった。なんか、なんだっけ、あの帽子、あの帽子もあるけど、あ、違う、ニットじゃない、ハンチングじゃない、キャスケ、あ、キャスケットだ、多分。キャスケット、キャスケット、キャスケット、スケ、スケって、そう、キャスケットのスケが出てきた今。そう、キャスケットです。キャスケット、キャスケットみたいな帽子もあるけど、それは見せない、あそこ遠いから一番でも立つのめんどくさくやってきちゃった。キャスケット、あのキャスケットは一番かぶってる、あの、あれあれ、何やったっけ、忘れた。あそこの、あの帽子屋さんだよ、東京にある帽子屋さん、東京で買ったよ、東京にある帽子屋さんで買った。そう、名前忘れたけど、リンガーハットじゃないんだよ。そうそうそう、違うね、知らんか、みんな。なんか東京の、東京の帽子専門店みたいなとこに行って買った、イエローハット。これは帽子じゃないけど、帽子コレクションのとこに置いてあった。これカチューシャですね。ヒヤリハット知ってますよ。ヒヤリハット、ヒヤってしてハットするやつやろ。そうやろ、ヒヤッとしてハットするやつやろ。あ、ピザハット知らん。残り15分です。やばいね、どうしよう、イベント近づいてきたよ、最終枠が近づいてきたよ。やばい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 、みんな深呼吸深呼吸私だけかこんな緊張してる。ディズニーのカチューシャはここにはない、ここにはない。どこにあるっけな、この部屋にはないですね。ハート貯めなきゃ。これは何配信だったの？ただの配信、ただの配信。ん？あ、メッセージ見忘れてた。メッセージ、みんな集まったよね、もう。メッセージ読んできますよ、今から。書いたから。そう、まとめると、スキンケア、スキンケアじゃない、ヘアケアだよ、ヘ
ヘアケアが大事って方。オッケー。次の配信でいい？間に合わなくなる？じゃあくしゃみしてもいい？やばくしゃみでしょ。止まった止まった止まった、よかった。じゃあ今見えた方一人だけよ、もう。うーん、誰にしようかな。うーん、じゃあふみてぃさんで。ふみてぃさんはどれかな、どれかな、どれかな。いました、こちらです。じゃーんじゃーんじゃじゃーんじゃーんじゃ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 。卒業証書、あれ間違った。卒業証書とか言ったらなんかお水着不思議卒団みたいな、私もう嫌やめよ。表彰し、表彰状、表彰状。ふみてぃさん、今日はスポーツ館ありがとうございました。いつもコメントたくさん嬉しいです。宣伝もしてくださりありがとう。あ、SNS でってことですね。あ、Twitter で宣伝もしてくださりありがとうございます。明日は張り切って頑張ります。おやすみなさーい。お水木よりって書いてます。ダーンダーンダダーンダダダダダダダじゃーん。あ、そうだね、時系列確かにちゃんと受け取ってください。変な顔してるけどこのお姉さんは。じゃあスクショタイムに入ります。これまた写真を載せますね。これだけでいいですか？これだけ写真撮って載せますので、とりあえず私とのスクショを今は撮ってくださいませ。いきますか。嬉しい、本当にウィティさん嬉しい、ありがとうございます。こちらも嬉しい。字見えてないな、全然字見えてる？全然字見えんや。おみずき元気？元気ですよ、おかげさまで元気です。ありがとうって。もう見えんとよ、字。字が見えんのはもう仕方ないけん、もう諦めてこうやって後ろで撮っちゃう。メッセージだけまた送りますね、別で。イエーイ、ありがとうございます。くしゃみでそう。こんな感じ。見えた？こんな感じですね。ありがとうございます。じゃあもう一人二人、そうお礼タイム。でもショートさんのまだ今一人目で、フミティさんに呼んだけん、次誰？じゃあ次はもっくん。突然名前呼ばれたら怖いよねこれ。次はもっくん。はい、もっくんです。いきます。ダーンダーンダダーン。表彰状、もっくんへ。以下同文って言わんよ、言わんよ、大丈夫大丈夫。全然文章違うけん。で、多分これ13人分12人分書いてますけど、誰一人かぶってないメッセージだけん、一人ずつ読ませて。いきまーす。今日はスポーツ館本当にありがとうございました。755も LINE ライブもいつも優しいコメントありがとうございます。明日は絶対に1取るぞー。おーおーおー、え、書いてないけど、書いてないけど。おやすみなさーい。星、月、月だった、星じゃなくて。お水着よりもっくんです。照れちゃう。ありがとうございます。近くお水着、お水着、水吉か。これもっくんはこれ
いつも755で優しいコメントっていうか、あの私が喜ぶことをいつも言ってくれるんです。だからいつもコメントありがとうございますって書きました。読めるかな。スクショ撮ってもっと。はい、次スクショタイム。お水木とこのメッセージのもう見えてないんだけどね全然。チーズカシャ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 チーズ、はいチーズ、はいチーズ。ちょっと調子乗ってきたけん、もうそろそろやめよう。私もスクショタイム。どっちがお水木かわからんって言われた。まあ確かに似てますよね。足見えた？これやろ、カーカーとカーカーと足細いやろ横が。意味わからんぐらいかかと細いわ。ここがめっちゃ細い。足ちっちゃいんだよね、すごい。ありがとうございます、もっくん、いつも。右だよ、右足だよ。ありがもっくん。ありがもっくんです。今日の私の夢の話しよっか。今日の私の夢は、なんか、ちょっと思い出せんな、あれ、どういう状況やったっちゃう。なんか車の中で親戚のおばあちゃんがおって、え、何の話、怖っ。ちょっと話終了。じゃあ次、ありがもっくんです。次、面白いコメント尊敬してますって。面白くよね、ほんと。私も思いつかんもん、あんなの普通。じゃあ次、誰がいるここには。はい、みんなコメントしてみて。昨日送ってあのスポーツカーくれた方で、まだこんなにたんまりあるんですけど、早くみんなコメントして。ほらこんないっぱいあるんだけど。あ、ショートさんね、ショートさん、ショートさんいましたね。あ、いたいたいた、はい、いましたいましたいました。ショートさんは昨日書いたんですけど、昨日は昨日の分、これは、あ、昨日は一昨日の分で、これは今日の分、昨日の分。翔太さん、今日スポーツカーありがとうございました。アーカイブもいつも見に来てくださり本当に嬉しいです。ごめん、イベントもラストスパート最後まで応援よろしくお願いします。お水木よりでーす。そんな感じ。じゃーん、755にこれメッセージまた載せるので安心してくださいね、見えなくても。今ペラ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 、ありがとうございます。ありがとうございます。ショートさん、いつも夜勤とかで忙しいのにアーカイブ見てくれて。はいチーズカシャ、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 はいチーズカシャカシャカシャ。ありがとうございます、ショートさん。え、みんなちゃんとスクショ撮ってる？いい感じ。うん、755載せときますね。みんな載せるけん、まあ安心してください。他はみんな誰かいます？チョコミントさん、ちょうどいいところに来ました。チョコミントさん、ちょうどいいところに来ましたね。ちょうどいいとこで来ました。あと4分だって。伝説の名もねえがあるよ。
伝説なの。あ、チョコミントさん、昨日のメッセージ、昨日のお礼メッセージを見ますね。チョコミントさん、今日スポーツ会ありがとうございました。明日も見に来てくれると嬉しい。来てくれたけもうこれ読まんでいいわ。待ってます。待ってました。ありがとうございます。最後まで頑張るぞ。音符音符、おやすみ、月キラキラ、お水木キラキラっていうメッセージです。じゃーん、メッセージ、チョコミントさん、ちょうどよかった、ちょうど来てた、今日ちょうど来てくれた、ありがとうねって。こちらこそありがとうございます。本当昨日もメッセージ書いたんですけど、もう本当にたくさんメッセージ書けるの嬉しい、ありがとうございます。本当にスクショ撮ってちょ、このこれ何、これ別にかぶらんでいいというありがとうございます。チョコミントさん、やばボサボサになっちゃった。すごい静電気、今日すごいなんか乾燥して髪もパサパサになった。これまた755にこれメッセージ載せますから見ててください。待っててね。よし、 OK、ありがとうございます。じゃあ残りは次の配信で、さっつんさん、かっちゃん、けんけんさん、笑顔ニコニコさん、 KITT さん、みねまつさん、インテリアクザさん、ぼみさん出るよ明日次の配信で。じゃあランキング読みます。第1位、さっつんさん、ありがとうございます。じゃあ次の配信で読みますね、メッセージ。おっとっと、ありがとうございます。第2位、くぼくん、ありがとうございます。第3位、餃子のポーチさん、ありがとうございます。第4位、ミネマツさん、ありがとうございます。第5位、つむぎさん、ありがとうございます。第6位、台湾のポミさん、ありがとうございます。第7位、よしのりさん、ありがとうございます。めっちゃパンダになっとる私ありがとうございます。第8位、ハルオさん、ありがとうございます。第9位、ポッポさん、ありがとうございます。第9位、ショートさん、ありがとうございます。第11位、ダイさん、ありがとうございます。第12位、コーンヘッドさん、ありがとうございます。第13位、アフロディーテさん、ありがとうございます。第13位、ヤシロさん、ありがとうございます。そして第13位、大輔さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいいっぱいおったね今、12位と13位が。じゃあ続いて、あと10分後だっけ、時間置いてたっけ私。そう、10分後ですね、7時半から8時半まで。もう次が、次まではペチャペチャ喋れるけども、その次がもうじゃあ頑張りましょうね、頑張りましょうね頑張りましょうね、みんな気合入れて頑張るぞ。じゃあ半からお待ちしてます。またちょっと洋服何着ようかな迷っとるけど、まあワンちゃんこのままでもいいかなって感じではありますね。ん、そう3人いたのよ。じゃあまた皆さん後でね。ありがとうございます。バイバーイ。